はい。皆さん、こんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、オフシーズンに、まあ、ジャイアンツは非常に投手陣を補強したんですけども、その補強した選手たちが今現状、どのような活躍を、してるのかというところ、ちょっと個人的に気になりましたんで、今日ちょっとね、それをまとめさせていただこうかなというふうに思ってます。はい。オフシーズンにですね、まあ、ピッチャーの補強をしたんですけども、5名の選手がね、補強として、ジャイアンツに入ってきました。一人ずつ見ていきますとね、泉投手、高橋礼投手、ケラー投手、近藤投手、馬場投手という、この5名のね、投手が補強されまして、まあ、昨シーズンね、ジャイアンツは特にリリーフ陣というところが、なかなかこう、振るわなかったというかね、防御率も一番悪くて、中継ぎで試合を落とすみたいな試合が、ね、たくさんあったので、そういったところで、まあ5名の選手をね、獲得したっていうのがあったんですけども、まあ結論から言うとね、まあこの5名の選手、まあ現状で、現状での判断になりますが、2人の選手しか活躍はしてないという形になってます。僕が言うその活躍してるっていう選手はこの泉投手と、高橋礼投手なんですけども、まあ、この二人は非常にね、めちゃくちゃいい、取ってよかったなっていう感じ。うん。まあ、後で、成績見ていきますけども、まあ、この二人は非常にね、貢献してくれてるなっていう感じがします。で、後の三人ね、ケラー投手、近藤投手、馬場投手。まあ、ケラー投手はね、今日かな、菅野選手が体調不良で、抹消されて、その代わりにケラー投手が上がってきたりとか、してますと。で、まあ、近藤投手と馬場投手に関しては、まあ、オープン戦はね、出てたりとかしたんだけど、まあ、今現状のところで言うと、一軍登板なしというところに終わってるというところです。はい、じゃあね、一人ずつ、成績なんかを踏まえてね、見ていきたいというふうに思います。じゃあ、まずね、いい選手から見ていきたいと思います。はい、まず、泉投手からね。はい、泉投手。今現状10試合投げておりまして、1勝0敗。うん、勝ちついてるんですよね、ここで。で、1ホールドポイント。で、1セーブというところ。で、ウィップがこれすごくてですね、0.48 というところで、もう驚異的な数字だなというふうに思います。で、ちなみにまだ泉投手、開幕してから点取られてないんですよね。これがめちゃくちゃすごいなというふうに思います。で、まあ今、勝利の方程式っていうところはね、まあいろいろこう、まあ柔軟にというか、まあバルナナード選手がね、今、クローザーを務めてますけども、まあ、西田投手であったりとか、まあちょっと8回がね、今ちょっとこう、まあ船場様投手とかね、いろいろ、まあ高梨投手とか大江投手とか、まあいろいろね、言ってるというところ。で、この泉投手が、勝ちパターンじゃないっていうところ、勝利の方程式に入ってないっていうところが、ものすごく今のね、ジャイアンツのピッチャー陣の層の厚さを表してるんじゃないかなというふうに思ってて、まあ、昨日かな、昨日のゲームで、9回投げたんかなっていうところありましたけども、この泉投手のこの存在の大きさっていうのは非常に大きいかなというふうに思います。で、ピッチングを見ていきますとね、まあ、球強いんですよ。もうそもそもね、まっすぐ角度あって、非常にこう、150キロオーバーするね、ボールを投げ込んでると。で、四死球もめちゃくちゃ少ないんですよ。うん。で、変化球というところも、まあ、スライダー、カットボール気味のスライダーかなっていうところと、まあ、落ち球っていうのがあるんだけど、まあ、こんだけ球威があるんで、短いイニングなんで、もうストレートでどんどん押して、最後落とすとか、曲げるっていう感じの結構シンプルな配球で、今現状ね、すごくうまくいってるんじゃないかなっていうふうに見てて思います。やはり、なかなかね、こんだけ力あって、角度もあって、フォアボールもあんま出さなくてというところで、こんだけ安定感あるピッチャーっていうのは、この勝利の方程式にはいると思うんです。なんですけども、その方程式じゃないピッチャーにここまでのピッチャーが、他の球団のピッチャーでいるかって言われたら、僕はそうそういないんじゃないかなっていうふうに思ってて、はい、まあこの泉投手をね、しっかり取れたっていうのは、マジででかかったなっていうふうに今現状では思ってます。で、二人目なんですけども、高橋礼投手ね。まあ高橋礼投手、今まあ成績見ていきますと、7試合投げておりまして、全部先発で、2勝1敗。で、ウィップ、1.04。で、防御率が、1.37 という形で、めちゃくちゃいいんですよね。で、じゃあ、高橋礼投手、何がいいのって、ソフトバンクの時、あんまり良くなかったじゃんっていう風に思う人、いると思うんです。で、僕調べてみたんですよ。そしたら、やはり、ストレートの被打率っていうのがね、めちゃくちゃ低いんですよ。全然ストレート打たれてないんですよね。
で、その要因って、やはりセリーグって、まあ、アンダースローのピッチャー、なかなかいない。まあ、パリーグもそうですけども、なかなかそんなにいないよねっていうところで、なかなかこう、慣れてないっていうところもあると思いますし、で、高橋礼投手の場合、アンダースローなんだけど、非常に球が強いっていうところ。で、アンダースローってよく言われるのが、球が10キロ増しで見えるんですよ。例えば130キロのボール投げてるんだったら、140キロ、145キロぐらいに見えたりとか、やはりいつもと違う軌道で来るんでね、バッターがすごく速く見えるというか、まあよく言うのがボールが大きく見えるとかよく言うんですけど、そういう風にバッターは感じてるんじゃないかなっていう風に思います。で、今現状、まあそのバッテリーでね、小林捕手と組むことが多くなってまして、で、小林捕手のリードなんかを見ててもですね、すごくストレートを多く使ってるなっていう感じがあるんですよ。で、そのストレートでもですね、低めに投げるストレートと、高めのインハイに投げるストレートっていうのを非常にね、うまく使って、バッターを翻弄してるなっていうところがありまして、どちらかというと、なんかあんまりこう、コースにきちきち投げるよりも、だいたいゾーンの高めか低めかみたいなところで、バッターをね、力強く、アンダースローなんだけど、力強く押し込んでるなっていう印象はあります。それに踏まえてね、カーブであったりとかスライダーでシンカーみたいな球種もあって、非常にね、バッターからしても打ちにくいピッチャーじゃないかなっていうふうに思います。ただ少しちょっと懸念点を言うとすると、少しフォアボールが多いかなっていうところ。で、まあ7四球かなっていう、試合もありましたし、この間もちょっとね、フォアボールが多かったとかしましたけども、まあそれもなんか、それも含めて高橋礼投手の魅力なんかなっていうふうにも思うので、あんまりこう、きちきち狙わずにね、もうゾーンの高めか低めか、みたいな、真ん中の高めか、真ん中の低めか、ぐらいで、アバウトで2分割ぐらいでいいと思うので、どんどんね、小林選手のミットにめがけて、投げていってほしいな、というふうに思います。で、これからちょっとまだ結果が出し切れてない選手3名見ていきたいと思うんですけども、まずケラーとしてね、はい、まあ先ほど言いましたように、菅野選手が体調不良で落ちて、代わりにケラーとして上がってきたっていうところありまして、まあ、リリーフ陣のね、非常にこの、なんて言うんだろう。助けになるというか、そういったところはあるかなというふうに思います。で、成績見ていきますと、今1軍では8試合で防御率が 3.86。で、2ホールド。で、2ホールドポイント。で、ウィップが 1.14 っていう感じになってます。で、まあ2軍でも投げておりまして、2軍では5試合で、防御率が 0.00。で、ウィップが 1.00 っていう成績になってます。まあやはり2軍ではね、なかなかまあこれぐらいの球威と、まあ球種ありますし、なかなか打たれないやろなっていうところはありますと。で、1軍での登板なんですけども、ちょっとね、僕が見るところで言うと、ちょっとフォアボールが多いなっていう感じがあります。もっとコントロールいいのかなっていうふうに正直思ってたんですけど、ちょっとね、球が上ずってるというか、高めに抜けるボールが非常に多いかなっていうふうな印象はあります。で、その中で、まあ、打たれてるのもあるんです。で、ホームラン打たれたりとかあるんですけど、高さは高さ、僕今先ほど高いって言いましたけども、高さは高さでも、中途半端な高さに投げてるのかなっていうふうに今、見てまして、思いまして、どういうことかっていうと、高めは高めでも、この、なんていうんだろう、肩のラインぐらいの高めだったら、バッターって、見せ球とか、バッターを振ったりとかっていうのはあるんです。空振りゾーンって言われたりするんですけど、それよりちょっと低め。だからこの、胸ぐらいの高さに、ボールを集めたりしちゃうんで、それをね、バッターが甘いと思って打ってるっていうのがあるので、もういっそのことだったら、もう、この顔というか、喉ぐらいのボールを、まあ、使っていくというか、中途半端な高さに揃えないっていうのが非常に大事かなというふうに思ってて、やはりあんだけのね、カーブもありますから、バッターからしたらすごくね、高低というか、っていうところを、高低っていうところが嫌がってるっていうのを、思いますんで、その高めのカーブがあるんで、こう、大きなカーブがあるんで、その軌道にストレートを合わせていくというか、高めのゾーンにこのストレートを投げて、で、低めのゾーンにカーブを落とすっていう風になってくると、一瞬ね、このストレートの軌道とカーブの軌道がこう、重なるところがあるんで、非常にバッターからしたら打ちにくいと思うので、そういった投げ分けというか、ケラー投手はね、まあ、球が力あるんで、コントロールというよりかは、もう高さですね。高さをどうやって揃えていくかというか、安定させていくかっていうところが今後ね、鍵になってくるんじゃないかなっていうふうに僕思ってます。で、近藤投手ね、見ていきたいんですけど、まあ、近藤投手ね、実際僕あんまり登板機会を見たことがなくて、うん。で、まあ、今現状で言っても一軍登板なしというところ。で、ファームでもですね、まあ、10試合投げてまして、防御率が 7.20。1勝2敗。で、1セーブ。ウィップも 1.80 っていう成績になってまして、まあ見てないんで、あんまり見てないんで、まあそんなことは言えないんですけども、
まあ、ただこの成績を見るだけ、見る限りではですね、なかなか一軍に上がってこれないやろっていう成績。うん。やはり、若手の投手でも息のいいピッチャーいますし、うん。実際、まあ、一軍にいるピッチャーでも今抑えたりとかしてるんで、なかなかこの成績では上げられないし、今上げようとも思ってないのじゃないかなっていうふうに僕思います。はい。で、ババ投手もですね、まあ今現状1軍登板なしで、で、ファームの成績でも12試合投げてまして、まあ防御率 3.75 で、2勝1敗で、ウィップが 1.33 っていう風になってます。まあ、ババ投手もですね、まあ1軍登板なしと。で、まあオープン戦投げてたんだけど、オープン戦で結構やらかしてるというか、防御率が8点台だったかなっていうところがありましたと。で、馬場投手、まあ、阪神の時から思ってたんですけども、非常にいいボール投げてるんですよ。まっすぐに関しても、変化球に関しても、非常にね、高いレベルで、やれてる選手だなというふうに思うんですけど、ちょっとね、前僕言ったかもしれないけど、ちょっとコントロールを気にしすぎというか、うん。ギリギリ狙いすぎ？多分ですけど、馬場投手と僕被ってないんで、喋ったこともないし、どんな選手かもわからないんですけど、多分、結構、完璧主義者というか、結構、きちきち行きたいタイプだと思うんです。例えるなら、菅野さんみたいな感じ。だから、菅野さんは、あれね、まあ、実力があって、コントロールもあるから、きちきちで行けるんだけど、やはり、この間も安倍監督おっしゃってましたけども、脱完璧主義みたいな。菅野さんに、その完璧を求めすぎるな、みたいなコメントあったと思うんですけども、これ、馬場投手もね、ピッチング見てるとね、そういう気質あるんちゃうかなと思ってて、まあね、それはね、きっちきち、パワープロみたいに、それは四隅にきちきち投げれた方がいいですよ。なんですけども、やっぱり、それは難しいわけですよ。それがちょっとずれただけでボールって言われたりとかするわけなんで、カウント悪くして甘く入ったやつを打たれるぐらいだったら、初め、真ん中ぐらいからそっからこう広げていく、っていうのが、僕は大事かなっていうふうに思ってまして、で、馬場投手も、キレのいい変化球もありますし、ストレートも強いというところがあるんで、甘いカウントの時はね、どんどんね、ゾーンで勝負してって、ファール取ったりとかっていう投球もね、できると思いますから、そこで追い込んでって、最後に低めとか、外にずらしたり、内にずらしたりっていうんでね、大きくやっていくっていうのは僕大事だと思ってて、オープン戦かな、非常にね、なんかもう、アウトロー、インローみたいな、アウトハイみたいな感じで、めっちゃキチキチを狙ってるような、結構この窮屈なピッチングというか、見ててこう、なんかこう、しんどそうやなって思うようなピッチングをしてたんで、こんだけ球やるんだったら、もう初め真ん中とは言わないけど、もう、真ん中やや外ぐらいから、もう入ってった方がよく、いいのになっていう風に。で、キャッチャーもそれもね、多分分かってると思うんで、そういう活かし方というか、まあそういうピッチャーもいますからね、性格的に、こう、きっちりやっていきたいっていうピッチャーもいるんで、そういったところを直していけると、力はあるので、絶対ね、一軍で、必要になる時というのは絶対来ると思いますから、まあリリーフ陣もね、夏場絶対きつい時来るから、うん。だから、こういう、馬場選手とか、近藤選手みたいな、まだ今現状、一軍登板ないピッチャーが、どんだけね、この夏とか、しんどい時を、頑張ってくれるかっていうのが結構大きくなってくるんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、今まあね、一軍の、ブルペン陣見てても、まあ、右で言ったら西舘、船場様、泉、平内。うん。で、左で言ったらバルちゃん、高梨さん、大江、井上とかね、その辺が、投げてると。で、まあ、怪我してるのは、まあ、大勢投手とか、まあ、中川投手というところ。で、まあ、これ、朗報なんですけども、今日かな、2軍でね、菊池投手が復帰戦で投げてたっていうのがあったりとか、まあ、いろいろね、やはり、そういったね、若手とかも、またね、調整しながら、下でやってたりとかするんで、現状ね、すごく、いい状態、めちゃくちゃいい、リリーフをできてるんだけど、やはりそれはね、一年中ずっと続くかって言ったら、僕はなかなかそんな厳しく、甘くないというふうに思ってるんで、うん、だから、近藤投手であったりが馬場選手ね、とか、二軍で今復帰したこの菊池選手とか、っていうところが、またね、カバーしてくれたりとか、なんていう、助けてくれたり、みたいな場面もあると思いますから、ぜひね、皆さんもね、今のこのピッチャーの現状っていうのが当たり前だと思わずにね、ピッチャーも人間ですし、疲労も溜まるし、めちゃくちゃしんどいですから、そこをね、どんだけこう、みんなでカバーしていくか、二軍にいる選手も含めてみんなで、どうやって一年間運用していくかっていうところを、考えていけたらな、というふうに思っております。はい、そんな感じでね、今日はですね、補強投手の現状というところを見ていきました。まだ、まとめますけども、
今現状で言うと、泉投手と高橋玲投手が非常にいい状態と。ケラー投手、近藤投手、馬場投手なんかも、今は状態そこまで良くないかもしれないけど、それが必要とするね、日が絶対来ると思うので、そこをね、皆さんね、楽しみにというか、今の現状、めちゃくちゃいいピッチャー陣を当たり前だと思わずに、そこをね、どうやって、切り抜けていくかっていうのを、これからのシーズンね、考えていきたいなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日は終わっております。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わっております。じゃあね、バイバイ。